昨日怪我しました昨日横でここに来る途中でバスから落ちてしまって、はい、まあ、そんな感じなんですけど、私は去年60本ぐらい公演をしたんですね。まあ、ただ公演が本業ではないんでそんなに多い方ではないんですけど、公演をすると必ず、まあ、後の懇親会とかで言われることがあります。僕何かやりたいんですけどでも何もできてなくてどうしたらいいんですかねみたいな。でもまあ別にどうしたらいいって私そんな答えれるわけじゃないんですけど、今日会場におられる意識の高い皆さんも今までのスピーカーの話を聞かれて、まあ、刺激を受けてそう感じる方も多くおられると思います。そんな方にお話をさせていただけたらなと思います。私は世界を変えるとき思い込みっていうのが一つのキーポイントになってるんじゃないかな、そんなふうに思っています。14歳のとき私はホームレス問題に出会いました。中学生になって大阪市内の学校に通うようになって、大阪市の外に住んでたんですけど、大阪市内ってこんなにホームレスの人多いんだ、そんな疑問を抱くようになりました。しかし親や友達からは危ないからホームレスに近づいちゃいけないよ、そんな風に言ってきます。でも14歳反抗期、近づくなって言われるとどんどん近づいてみたくなってきて、もしかしたらホームレスの人は何か国家機密を持っているレジスタンスかなんかじゃないだろうかみたいな、なんか秘密を握ってるんじゃないかな、そんな風に考えて、でインターネットで調べてホームレスの人には炊き出しに行けば、まあ、会えるんじゃないか、そんな情報をもとに炊き出しに行きました。するとこんな衝撃的な数字に出会いました。217人、これは大阪市内で最も多い時のホームレスの人が路上で通し餓死される人数です。日本の路上で人って死ぬんだって正直思いました。それまで心のどこかでホームレスって楽だからホームレスしてるんじゃないかなってずっと思ってたんですね。でも217人も路上で大阪市内だけで死んでしまう環境のどこが楽なんだろうか、どこが怠けているんだろうか、そんなことを感じて何かできることはないかな、そんなふうに探し始めました。でちょうどその時私も自分って何かできるかな、でも何したらいいかわからない、そんな症候群にあったものなんで、もしかしたらこれは何か神様のお導きかもしれない、別にキリスト教でも何でもないんですけど、そんな運命を感じて自分にできることはないかなっていうのでインターネットで調べ始めました。すると自分と同世代の中高生たちがホームレスは社会のゴミだ、俺たちはゴミ掃除いいことをしているんだ、そう言ってホームレスを夜な夜な襲って殺している、そんな新聞記事を見つけました。でその少年たち少女たちにも自分と同じように炊き出しに参加してホームレスの人と触れ合ってもらったら、そんな事件起こるはずがないのに、そんな風に感じて、それだったら自分がせっかく知った問題だからちゃんと次の人に伝えていこう、そう感じて全校集会で中学校の先生に頼んでホームレス問題について話させてもらいました。でも皆さんも、まあ、経験あると思うんですけど、全校集会って寝るものみたいななってませんでした？なんか皆さん今ね、起きておられますけどきっと寝てたと思います。でそんな感じで私結構夜な夜なこう原稿を考えてきたのに目の前の友達が寝てるんですよね。ですごい衝撃、まあ、ショックを受けて、で一生懸命こんな伝えたいのにどうして伝わらないんだろう、もうやめちゃおうかな、もうどうせ私何もできないし、そんな風に思ったんですけど、でももしも今自分が何もしなかったら日本の路上で人間が投資や餓死する、そんな事実が変わらないじゃないか、そういうふうに思って、でももし今何かしたら大きな変化を起こせないかもしれないけど何かちょっとは変わるかもしれない、そして私は講演じゃなくて今度は書いて伝えよう、話すんじゃなくて書いて伝えようっていうので、ホームレス問題に関する新聞を発行したりだとか、 お米ボックスっていう学校内にお米を集めるボックスを置いたりとか、あとは、町のホームレスの方が多い町のツアーをしたりだとか、いろんな活動をしていきました。すると一人また一人と友達が一緒に炊き出しに行ってくれるようになって、
そしてどんどん自分の学校だけじゃなくていろんな学校にもその活動が広がっていきました。そして高校2年生の時に私はボランティアの親善大使に選ばれました。そしてワシントン DC で各国から親善大使が集まる国際会議に参加する、そんな経験もしてきたんですけれども、でもふと自分の活動を振り返ってみると、やっぱり自分が活動する前と後で別にホームレスの人が路上で投資する人数が減ったのかって言われても別にそうじゃなかったんですね。あんまり役に立ってない活動をしているんじゃないかなって、ネガティブな私はそういうふうに思うようになっていきました。でもそこで私はまた思い込み始めました。ホームレス状態を単に良くする活動ばっかりだからダメなんじゃないか、ホームレスそのものを生み出さない日本の構造に私がしていくことが今必要なんじゃないかな、そんなことを思いながら、それだったらじゃあ自分が日本で一番ホームレス問題について詳しくなろうということで、大阪市立大学っていうホームレス研究が日本で一番進む大学に進学しました。そして19歳の時、14歳でホームレス問題に出会ってから5年後、 NPO 法人ホームドアという団体を立ち上げました。ホームドアでは一番メインの事業としてハブチャリというものをやっています。これは大阪市内にいくつか拠点があって、その拠点のどこで自転車を借りても返してもいい、そんなレンタサイクルの進化版のような仕組みです。もともとヨーロッパの方で自転車問題を解決するために生まれたようなシステムで、それをホームレス問題と掛け合わせて、大阪の2大問題である自転車問題とホームレス問題、この2大問題を一挙に解決していこう、そんなプロジェクトをやっています。なぜハブチャリが生まれたのかというと、ホームレスのおっちゃんたちは自転車修理が得意だからです。なぜなら日本のホームレスは缶を集めて生計を立てています。1日缶を集めるために自転車でずっと回っても800円、でも使っている自転車はボロボロでも800円からパンク修理で500円とか出してられない、そういう中で自分で修理する技術を身につけていくっていうのが日本のホームレスに共通の特技としてあったんですね。じゃあそれを生かして何か事業ができないか、おっちゃんたちの特技を事業にしていけないかということでハブチャリが生まれました。ハブチャリを始めて、じゃあどうやってハブチャリ広げていくか、どこにハブチャリの拠点を置いていくかっていうのは、軒先貢献という形で企業さんから軒先に空いているデッドスペースを提供してもらう、そんな風な形で始めていきました。しかし当時学生で大学2年生で全く実績がない中、なかなか会社さんも場所を提供してくれません。そういう中で、でもおっちゃんたちが働きたいねんって言ってくれる言葉、そして自分がやらなきゃ誰がやるんだ、そんな思い込みでずっと進んできました。初めて拠点を開設することができて、おっちゃんたちは最初4人働き始めました。するとハブチャリはまだまだ広報が足りていないということで、おっちゃんがこんな看板を作ってきてくれました。ホームレスのおっちゃんらしく全部拾いもんで作ってきたって言って、タイヤもどっからか取ってきたのか、こんな看板を、スターバックスを意識したような看板を作ってきてくれました。そんな形でどんどんハブチャリも広がってきて、現在10拠点で大阪市内で実施しています。今まで52名のおっちゃんが働いて、半年間の就労支援プログラムを経て卒業していったおっちゃんたちの半数が次の仕事に見つかって進んでいきました。私は本当に思い込みだけでここまで来ました。自分しかできない、自分がやるべきだ、まあこれは本当に勝手な勘違いかもしれなくて、他の人がもちろんやった方がいいっていうふうなこともあったと思います。でも今自分がやることが必要なんじゃないかな、そんな思い込みでずっと洗脳してくる形でやってきました。皆さんももし今何をしようかな、何ができるんだろうって、どうせ自分できないだろうとか、そんなネガティブに考えるくらいだったら、自分がこの問題を解決するんだ、まあ、例えばもうゴミ問題とかでも何でも、指さしてなんか当たった問題とかでもいいと思うんですよね。指さして当たっただけでもそれは運命なんで、それが自分の使命だって勝手に思い込んで、すり込んで、何をやるかわからない人はやっていったらいいんじゃないかなと思っています。まあ、もちろん
今私が自分の足がもうすぐ治るって思い込んでも治らないんで、ただ思い込んだ後にちゃんと解決するためにどう行動していくかっていうのを考えながら、思い込んだ後は考えながら、そして活動しながら自分の問題を見つけてやっていってもらえたらと思います。ありがとうございました。